フォルトゥナ・デュッセルドルフに所属する田中碧の遺跡交渉は停滞しているようだ。ビルトが伝えた、デュッセルドルフは先月、ブンデスリーガの入れ替え戦に臨んだが、ボーフムを相手に大逆転負けを喫して昇格の夢がついえることになった。田中もファーストレグではボールに対する落ち着きと気品は非常に重要だったと活躍を見せたが、 セカンドレグではあまりボールに絡むことができないまま途中交代に。悔しい結果に終わってしまった。ビルトはこの悔しい敗戦について、あらゆる点でデュッセルドルフから非常に悪い別れを告げられたという予感がした。フォルトゥナでの最後の試合となった可能性が高い。年昇格が決まれば、2025年までの契約延長を目指すはずだった。 それが不可能になった今、日本のスターはこの夏に移籍しなければならなくなったと今夏の移籍は避けられないと伝えた。ただ、フォルツナもフリーで移籍することを望んでいないと主張。続けて、デュッセルドルフは350万ユーロ、約6億円、程度の移籍金を望んでいる。しかし、過去に田中に関する交渉は一度も行われておらず、 まだ具体的なプランもない。どれほど現実的なのかは全く不明だと現状を報告した。また、遺跡交渉が停滞している原因については、フォルトゥナは田中の代理人の仕事に非常に苛立っていると指摘。現在も代理人が遺跡先について言及したり、他のクラブが田中に支払う可能性のある金額を示したりする気配はない。とし、 田中の売却計画はあるものの、大きな疑問符もついていると話を締めている。